attract me? Oh, I received a tremendous amount of attention last time I toured here, so yeah, very good opportunity for me to tour with Kurt and DJ Sisan. What do you expect to the people, to respond to the people? I hope there will be a lot of people to the same show. I would love to find out about this. The people already know your music and we can expect something new on it. Certainly there would be new songs and perhaps I'll try to speak on Spanish on stage. What do you expect from Yipikins for the future? We're going to work very hard towards this project, and I would like to sort of try and push different boundaries. I just want to sort of experiment with what I have. I love Mexico very much, and I hope I'll tour Mexico again and again. 初めてメキシコに来られました。はい、感想は感想はまあ、めちゃくちゃあったかいあったかいです。はい、なんか人もあったかくて、私たちのブログでもDJ 四川さんが来るっていうので、あ、僕がはいステージをやる、はい、そうです。初めてなんですけれども、はい、はい、今回はいつも僕がクラブで DJ をする感じじゃなくて、はい、やっぱちょっと僕一人一つもライブとしての出し物っぽい存在であるので、ちょっとライブ感を出して、とにかくみんなと楽しもうっていう、やっぱコミュニケーションがみんなと混ざるのがすごい好きなので、とにかく楽しもうってことは。コンセプトとしては、はい、音楽的にどういう私たちは、今日見ることができるのでしょうか。音楽基盤になっている音楽はインダストリアルですけど、今日はちょっと新しい試みをしてみようと思って、もう一度、戻ってきたいと思いますか。はい、あ、またぜひ。ほら、リバーメヒコ。僕は今回初めてメキシコに来たので、ただ今日ちょっとどんなお客さんの反応があるかわかんないんですけど、まあ、とりあえず日本人とメキシコにいい交流の場だと思って楽しみたいと思いますし、なんかここからまた今後につながっていければいいと思います。よろしくお願いします。
エレクトロニクス的な感じがちょっと入ってきてるんですが、いつからブラッドはそういう音楽を取り入れるようになったのでしょうか。最初に始めた時に8年前 の、 最初に出した CD からもうその要素があったんで、他のバンドよりは早く最初から取れてたので、特にビジュアル系とかの世界ではエレクトロな要素が今でも僕は全然入れてないと思うので、だからすごく先にそういうことをやってたりとか、他のバンドとリミックスをしてもらっていろんな音を入れていくとかいうのも新しいことが好きなんです、ね、みんながやってないことやったら面白くないんで。そうですね、ブラッドの、最も影響を受けたアーティストとか音楽っていうのはありますか。やっぱりメロディーからこの曲を作って出るんで、このメロディーが日本の時代劇のサンプラーが元になっているんで、必殺シリーズのサンプラーをあとバッドは最近いろんなバンドを聴いてるんで、そこからインスピレーションを得たりしてるけど、基本は多分必殺シリーズ